に向かっているという情報が今、富樫リポーターから入りました。ここであと4分です。やっと201周目で2分20秒台のラップになりましたね。そうですね。まあでも他は23秒、25秒とか、25秒ぐらいですからね。さあ残り3分30秒。ここは暗くなりましたがヘアピンでしょうね。ヘアピンですね。ヘアピンからまもなくスプーンカーブに入ります。残り3分です。206周はちょっと難しそうですね。そう、5周、まあ、5周でしょうね。5周行くかどうかというところですね。スプーンカーブ、西のストレートに入ります。1位と2の差、4分33秒大きく広がりました。200周目での差、3分台でしたが4分30秒台に大きく広がっています。さあこれから試験です。新記録をすでに達成している平忠彦、エディ・ローソン組、グランドスタンド前に21番の姿が見えてきました。さあ200、これが4周目。204周目に入りましたね、ついにね。あと2分ですか。あと2分10秒です。2分10秒ということはどうでしょうか。もうこれは周回は難しいですね。1周回るのは ねということは204周は無理ということになりますか、はい、記録としては203周ということに。いや、204周を回って205周が無理ですね、そういう形になりますね。今そうですね、まあ、今5周目ですね。205周目ですね。今5周目に入りましたから204周ですね。4周ですね。これでもうチェッカーですね。あと1分ですか。あと1分30秒です。204周、新しい記録を打ち立てて、鈴鹿の初のレコード、204周を打ち立てて、どうやら21番の平忠彦とエディ・ローソン組があと1分30秒でチェッカーフラッグを受けることになります。1分30秒の段階でチェッカーが振られるということになりますから、7時半の段階でね、はい、つまりどこで振られるかなという注目をして見ているんですが、どうやらこの時間ですとゴール寸前ぐらいまで来るんじゃないですか、なんかそんな感じですね、ちょうどうまくいきそうですね。やはりローソンですからね、機械のように正確に回りますから、時間を合わせながら そうですね。さあデグナーに来ました。消えた。カウントダウン。さあカウントダウンです。あと50秒、45秒。205周の達成は難しそうです。204周の優勝周回にどうやらなりそうです。あと30秒です。さあ130アールですね。130アールに来ました。さあゴールまであとわずか。さあ微妙ですよ。205周まで行くかどうか。あと15秒。ちょっと無理だな。ちょっと無理ですか。これから試験員です。試験員で減速します。10秒切りました。いや、ちょうどですね。ちょうどですね。さあ入るか。チェッカーの準備もできている。あー、実際時間5人です。平忠彦、エディ・ローソン、実に2年ぶり3回目のヤマハ優勝を飾りました。ガッツポーズが出ています。エディ・ローソン、見事な優勝でした。圧倒的な強さを見せつけるかのように、序盤戦から常にトップをキープ、危なげなく平忠彦、エディ・ローソンが優勝を飾りました。悲運のスターと言われた平忠彦、ついに8体で優勝を勝ち取りました ね。さあウィーニングランを始めているエディ・ローソンです。さあ今の周回はどうなんでしょうか。寸前で7時半になりましたので204周ということになりますかね。204周ですね。そうですね。しかしながらコースレコード204周を回りました
ヤマハの平忠彦、エディローソン組が見事に優勝を飾りました。204ラップで優勝を飾っています。新しい記録が誕生しました。鈴鹿サーキットウイニングランを続けていますエディローソンです。外はもうすっかり夕闇に包まれました。鈴鹿サーキット喜びを何か噛みしめるかのように右手でハンドルを持ち、そして左手はガッツポーズを見せるように観衆に応えながらウィニングランを続けているアメリカの32歳ベテランエディローソンです。いや、私どもこうして長い間生中継でお伝えしてきましたが、平選手本当に嬉しいでしょう ね、 そうです ね、 ね、やっと勝ちました。やっと勝ちましたね。6回目の8対にして、まあ、これまでは何度もチャレンジしながら悲運に泣いてきた平忠彦選手、やっと今年6回目の8対で念願の初優勝を飾ることができました。優勝賞金1000万円を手にすることができましたね。そうですね、はい、まあ、優勝賞金よりも彼の場合は完走して優勝したということの方が、ね、喜びの方が大きいと思いますね。もうこれはお金ではもう表現できないですよね。堂々のウィーニングランを続けていますヤマハのワークス、エディローソン、平忠彦、チェッカードフラッグを受けたのはエディローソンです。今年も第2位ではホンダの宮崎大島組が入りました。第3位はホンダのドミニクサロンとアレックスビエラ、第4位には永井加藤組がヤマハ入っています。さあ1周ウィーニングランを終えたトップのエディローソンのヤマハの YZF750 が姿を見せました。ピットロード、さあたくさんの観衆に見守られながら今ピットのすぐ近くまで入ってきました。いや、今年は山田さん、はい、フェンスを越えてコース内に入る人が一人もいませんね。そうですね、非常にマナーがいいですね。そうですね、まあ、これまでの8体の中では初めてじゃないでしょうか、こういう出来事はね。本当ですね、昨年もコース内での大変な観客がなだれ込みまして、次々に入ってくるマシンが躊躇する場面が見られました。しかし今年はただ一人、ただ誰一人として姿を見ることはできません。トップのグループがですね、試験に向けてまだこれから入ってきますからね、今スプーンですよね、スプーンに向かっているところですからね、はい、この後観客の皆さんが、このままこの後あたりでしょうか、急いでいただけるといいなと思うんですね。さあ手を上げながら、あ、21番のヘルメットの前方に明かりがついておりますが、平忠彦、エディローソンがペアを組んで戦いました今年の8時間耐久レース。あー、入ってた。あー、入ってきましたね。やはり今年は階段内で整然と表彰式が行われるかなと思ったんですが、どこからでしょうかね、観客がどっと入ってきました。1コーナー寄りのグランドスタンド際からですね。なるほど、入ってますね。そのあたりからどーっと走ってきます。あー、来ます。うわー、これはもうこれはもうどうすることもできませんね。さあ見事に優勝を飾ったのは平忠彦、エディローソン組です。さあこれからすぐ表彰式が行われることになります。今新たにオフィシャルから連絡が入りました。205周ですね、最後のあの瞬間もカウントしたんですね。205周のゴールインです。何か耐久レースとはいえスプリントレースを象徴している最近の8時間耐久レースそのもののね、205周が表してますね。さあリザルトをご覧いただくことにしましょう。1位は21番の平忠彦、エディローソン、そして2位は宮崎昌司と大島忠、3位はドミニク・サロンとアレックス・ビエラ、昨年は1位でしたが今年は3位、4位にはヤマハの永井康智と加藤慎吾、5位に入りましたのは31番の町井邦夫と藤原則夫、ヤマハのマシン、第6位には12番のダグ・ポーレンとミゲール・デュハメルがマシントラブルかなという感じだったんですが、なんとか滑り込みまして第6位です、鈴木のマシンです。第7位は14番のジャン・ミッシェル・マテオリとステファン・メルテンス、ホンダ、8位は相和隆弘と塚本翔一、川崎、第9位は46番のホンダの岩橋健一郎と前田潤。さあ観客がなだれ込む中、
各マシンのウィニングラップを続けております。何かライ